平井達来は、平安時代中期の武将。平後大部と合した。官位は、地御医下、備中丞。長田氏などの祖。坂東平氏の流れを汲む平公雅の三男として、誕生。長徳4年、同族の平忠志公と、伊勢国塚見軍において合戦を繰り広げたため、後に、両者とも朝廷に出頭を命じられ尋問を受けたが、この際以降は直ちに非を認めて箇条を提出し、位階は剥奪されずに、淡路国へ移り里とされたのに対し、松室来はなかなか非を認めず箇条も提出しなかったため、位階を剥奪の上沖国へ入るとなった。3年後の長保3年、松室来は赦免され5位に服されたという。しかし寛弘4年8月に、藤原惟親、高家兄弟が、藤原の道長暗殺を計画し、松室来に命じていたという噂が流れていたとある。長徳の変の際に、松室来の弟の右兵衛尉、松室光とその兄弟が惟親の郎党として、検非違使に家宅に踏み込まれ逃亡していた経緯があった。また、松室来の姉妹が、すでに薨去していた、惟親、高家の父、藤原道隆の家子の有道惟弘の室であり、その息子で、松室来の甥にあたる有道重実が惟親の家子だったことから惟親らはそのつながりで、松室来と通じ接触した可能性もある。その4年後の寛弘8年に即去した。なお、松室来は、平安時代後期の伝記本、続本朝王城伝に、源光仲、万世、頼光。平忠志公らと、並び、天下の一物として挙げられるなど、当時の有能な武将として高く評価されている。ありがとうございます。